すがにごめんまあ、いざとなったら地声でやります。すいません、ちょっとだけオースでやると必ずこういうことになるんですよ。大丈夫あー、こんにちは。今からね、面白いことやるよ。よかったら、よかったらほら、座っててね、始めますからね。さあ、皆様、本日は大道直輪祭りへお越しいただきました。誠にありがとうございます。たまにがたまにマイクが途切れとがございまして、何を喋ってるのかさっぱりわからないかもしれませんが、どうぞお楽しみくださいませ。よし、それではもう間もなくちびっ子から大人まで楽しめるエンターテインメント一人キャラクターショー哀愁仮面対悪魔サーカス団が始まるよ。あれ、みんな誰か来たわ。哀愁仮面かしら。いや違うわ。ふえ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 グッショータイム。わかもちお前は探しておったぞ。お前はな、生贄としてここに立っておけ。フェー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 レディス・エンジェントルマン、本日は悪魔サーカスへお越しいただき誠にありがとうございます。それでは早速スペシャルゲストを紹介したいと思います。皆様の顔が、意味もなく期待にあふれております。少々変な汗をかいております。それでは早速スペシャルゲストをお呼びしたいと思います。悪魔サーカス、ショータイム。みんな大丈夫。お兄ちゃんが来たからにはもう大丈夫。それじゃあみんな早速もうね、もう下手したら喋らなくていいんじゃないかな。都合が悪くなったらモニモニするからね。それじゃあみんな早速若王子を助けよう。若王子大丈夫か。すぐに助けろ。どうしたということだ。体が動かないぞ。フィー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 、その声は悪魔サーカス団。お前の体を乗っ取ってやったぞ。フィーフィーフィー。何をする、やめろ。お尻を丸出しにしてやるわ。やめろやめろ。みんな、哀愁仮面のお兄ちゃんいきなりピンチだよ。お兄ちゃんがせーのって言ったら頑張れって応援するんだ。行くよ。せーの。みんなの声届いた。とりゃフィー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 、やめろやめろ。あ、まずい。みんなもっと大きな、右と左右と左、みんな大きな声でいくぜ。
せーの、みんなの声届いた、とりゃーバシャー、最初からクライマックスだぜ。ありがとう、みんなの声でピンチをする。それじゃあみんな早速若王子を助けよう。若王子すぐに助けるからね。でも見てくれみんな、若王子を助けるには坊ちゃん、どうやらこの綱の上に乗るしかないみたいだ。みんな心配しないで、今からねこれに乗るから行くぜ。よし、ちょっと待ってくれ。お、ちょっと綺麗に弾きたいと思います。ちょっと待ってくれ。ああ、これはね、シートを割っちゃったから変えたんだけど。あ、これよくないね、これね。行くぜ。よし、みんな私の大変さなんか全く分かんないでしょ。じゃあ行くぜ、ボンちゃん。今からね、この綱の上に乗るな。それじゃ行くぜ。はあ、鳥になるのだ。なんだ今の声は、なんだ今の声は。鳥になるのだ。その声はお師匠さん、わかりました、俺鳥になります。はあ、すい。エネルギーが切れた。でも大丈夫、坊ちゃん心配しないで。ラムネは後で食べようか。ありがとう坊ちゃん、心配しないで。お肉はね、これを食べてパワーアップするんだ。みんな来たぜ。見てくれ、それじゃあみんなせーのって言ったら頑張れって応援してくれ。いくぞ、哀愁パワーアップ、せーの、みんなの声届いた、とりゃーすい。元気が出てるけど、ちょっと待ってくれよ。子供の人数より明らかに大人の多い。君たちも頑張れって応援するんだ。いいかい、行くぜ。おじいちゃんはね、子供のみんながいないと不安になってくる。目線をどこに持っていけばいいかな、さっぱりわからない。みんな行くぜ、せーの、みんなの声届いた、とりゃーすい。ありがとう、みんなのおかげでパワーアップすることができた。でもまだまだみんなの元気が足りない。みんなもっと大きな声で応援してくれないか。いくぜ。今からね、おじいちゃんは本気を出すんだ。本気を出すときはこのリンゴのこのヘタの部分をこうやって外す。これなんで外すかわかるかい、なんで外すかわかるかい、うん、鼻の中に入れる。なるほど、本気を出してね、これを鼻の中に入れるわけか。よし、入れたところで何も面白くないじゃない。これがね、歯に挟まるんだ。よく覚えとけ。それじゃあみんな大きな声で応援よろしく頼んだぜ。哀愁パワーアップ、せーの、みんなの声届いた、とりゃーすい。
が出てきた。ありがとう。ありがとう。みんなのおかげでパワーアップすることができた。あ、そんなとこにも坊ちゃんがいるじゃないか。どうした坊ちゃん、元気がないぞ。これを食え。嫌なのか。恥ずかしいのかな。じゃあね、あ、この中に入れてるから好きな時に取りに来なさい。それじゃみんな、ちょっと待ってくれ。誰だ、こんなにリンゴで散らかしたやつは。悪魔サーカスなんで。大丈夫、失敗で。もはやね、声が聞こえるとか聞こえるとかどうでもいい。じゃあみんな行くぜ。これを使って掃除する。来週クリーンアップモード。ぷゆーぷゆー。もうみんなも何年も見てるだろう。私だって心が痛い。ぷゆーね、ちょっとなんか反応しろよお前たち。何ラムネを食おうとしてんだよ。よし、それじゃあみんな。もはやもう綺麗にする気もないみたいな。つきまってちり取りを忘れてしまった。なんてこった。仕方がない、このままにしておこう。それじゃみんな、早速若王子を助けるぜ。でも、もう一度失敗したら命の保証はない。どうすればいいんだ。仕方がない。お兄ちゃんの機能を使おう。坊ちゃん、ここにボタンがあるのがわかるかい。ここのボタンを押してくれ。お、違う、ここ黒い点があるよ。ここ黒い点。ピーン。おい、坊ちゃん、そのボタン。ピーン。ボス、ピーン。今のは違うボタンだ。アイシュースコープ。ピヨピヨピヨ。ピヨピヨピヨ。ピヨピヨピヨ。目が合いましたね、お父さん。じゃあちょっとこちらの方よろしいですか。はい、皆さん、OK です。すみません。ここに立つだけでいいんだよ、お願いします。あ、今日はあちら坊ちゃんと一緒に来られたんですか。お名前は何て言うんですか。ゆうだ。いい名前だ。おじさんの名前はね、ふとしって言うんだ。あ、お父さん、お父さん、お父さんはね、お父さん、ちょ、あ、お父さんはごめんなさい、ちょっと喉の調子が良くて。お父さんは、ゆうたくんにもうあのことは伝えてあるんですか。まだ伝えてない。それはいけません。早速伝えてあげましょう。ゆうたくん、ゆうたくん、このマイクを前にしておかないとね、マイクが拾わないんだ。ゆうたくん、お父さんね、君に内緒にしていたことがあるんだ。実はね、ゆうたくん、実はね、ゆうたくん、お父さんね、ヒーローなんだよ。それでは、ゆうたくんに本当の姿を見せてみてください。へぇーん、いつもありがとうございます。それじゃあ早速助けよう。すいませんね、じゃあここに立つだけに、まっすぐ前を向いて。一応危ないのでブーツだけは脱いでおきます。ちなみにお父さん、このブーツ特殊な機能がありまして、雨に濡れても足だけ濡れないんですよ。それじゃあ早速立ってましょう。すいませんね。あっちぇ、肩にリンゴのベタベタしたやつがついて、すいません。私がですね、3、2、1と言って、向こうの方へ避けていってください。いきますよ。3、2、1。非常に危険な状態だ。大丈夫です。大丈夫よ。よし。これで大丈夫だ。よし。これで大丈夫だ。それで行きますよ。はあ。あんようが上手。
待ってくれみんな。大変なことが靴下を踏んでしまった。こうやって木が潰れていってしまうんです。大丈夫、みんな心配しない。右足のかかとを上げる。いくよ、スイありがとう。お父さん、あと一歩。あーヨーガ上手。あーヨーガ上手。あ、ちょっと待ってくれ。みんなこれ以上前には進めないようだ。畜生悪魔逆さめ。そうだ、お父さん、あのバッグの中に何か役に立つものが入ってるかもしれない。何か役に立つ。ありがとう。それじゃあみんな、これで行くぜ。ロックオン。ちょっと待ってくれ。頭がツルツルしてる。他にも何かあるかもしれません。ちょっと撮っていただけませんか。もうマイクなんてなくてもいいかもしれない。違うな。他にあるでしょうか。よし、みんなこれさえあれば。それではあそこで立っていただきまして、みんな行くぜ。なんでみんなが理解してるのかさっぱりわからない。行くよ、はー、せーの、頑張れ。もう一回行こうか。せーの、みんなの声届いた。とりゃというのはね、早く何とかしたいという気持ちの表れだ。お父さんにプレゼント。ああ、もちろんだよ。お父さん、あの若王子の方から素敵なプレゼントがあるそうです。ちっちゃい方と大きい方どっち。ちっちゃい方と大きい方どちらがいいか聞いておりますが、どちらがよろしいですか。ちっちゃい方。え、何、大きい方かしこまりました。じゃあすぐ持ってきますからね。皆様、お父様に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。よし、それじゃあ大きい方は風船ですけどよろしいですか。ここに大きな風船を準備してるから、これ今から膨らましますからね。ちょっとお待ちください。これで膨らまそう。あ、ここら辺だったら大丈夫だ。ここら辺だったらということか。よし、ちょっとだけお待ちくださいね。誰から電話が鳴ってますよ。あ、私だ。電話。あ、両手が塞がってるというのに。あ、しょうがない。すいません、こちらのお兄さん、皆さん大きな拍手をすいません。これ持っていかない。電話。すいませんね。はい、ちょっと手離しますよ。はい、もしもし。何？悪魔騒がしたんか。分かった、今行く。すいません、悪魔サーカスさんが現れたそうです。私ってぶっ飛ばしてきますよ。あの野郎、見つけたらぶっ飛ばしてきてやる。チキショー、どこに行けなかった。ここか、ここにはいない。向こうか、向こうにもあった。向こうにいなくて。誰がこんなかわいそうなこと。あとはお待ちです。皆さん、拍手をお願いします。よし。
なんとかなったぜ。それじゃあこれフェ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 みんな騙されたな。俺様のここをよく見てみろ。フェフェフェ、今頃気づいたか。俺様は悪魔サーカスだ、リセライダーだ。若王子がどこに来やがった。あれ、若ボッティ、若王子くん、このなんでかぶ。若王子くん、この風船を返してほしければ、この大須大道町人祭りがむちゃくちゃになる呪文を唱えるんだ。そうすればこのおっきな風船。ダメ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 。若王子くん、その呪文は違う呪文だぞ。この大須大道町人祭りがむちゃくちゃになる呪文。ダメ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 。うわ、吸い込まれていく。まさに今、若王子の放った呪文は悪魔サーカス団を風船の中に閉じ込める、そういう呪文であった。やめろ。何度も見た光景だから大して感動も何もない。やめろ、やめるんだ。それ以上は。うわ、風船の中に閉じ込められてしまった。ちっちゃくなってる、ちっちゃくなってる。お前たち、覚えてやがれ。この借りは必ず返してやるから。チキショー、覚えてやがれ。ようやく見つけたぜ、悪魔サーカス団。おお前は哀愁仮面。俺はプリンス若王子の分。わたそしてこれは風船をもらえずに泣いたお父さんの分。北斗百裂拳。みんな怪我はなかったかい？今日はお兄ちゃんの応援をしてくれて本当にありがとう。みんながこんなに乗り気じゃなかったら絶対に滑ってたと思う。今日はみんなのおかげだ。みんな、それじゃあ、ちょっと信じられないかもしれないが、これで終わりだ。でもね、明日の1回目も哀愁仮面をやるから、ちゃんとしたところを見てほしい。これはこれでいいけど。それでは皆さん、また会いましょう。ありがとうね。ありがとう。盛大なる拍手、ありがとうございます。拍手だけでは地球は守れません。もしよかったら、様の温かい気持ちを何かしらの形に変えてこの中にお入れください。どうもありがとうございました。次、文鳥通りでザフトシというものをやりますね。ありがとう、ラムちゃん。ぜひ遊びに来てください。これね、新しい